こんにちは、飯泉です。今日の一問一答はこれになります。はい。内部抵抗がスモール R の電池に抵抗器をつけています。で、抵抗値が R、ラージ R で、そして起電力が E というふうになっていますね。で、この時、抵抗器での消費電力が最大となるような抵抗器の抵抗値を求めなさいと。ということで、1、2、3、どれが答えになるか考えてみてください。はい。ということで、答えは1番になります。ね。つまり、この、抵抗値が、ちょうどこの電池の内部抵抗と同じ値になっているときが消費電力が最も大きくなるっていうことを意味しています。じゃあなんでそうなるのか式で確認してみましょう。ということで、消費電力の式から確認していきたいと思います。まあ、そもそも消費電力っていうのはよく聞くんですけども、公式として考えてほしいのは電力です。電力。消費っていうのは、まあ、後からくっついてると思ってください。で、例えば単純に、あ、これは内部抵抗ない、ただの起電力 V の電池です。で、そして抵抗が R。で、流れる電流を I というふうに置いたとき、まあ、これはね、ずっと電流が、まあ、何もしなければね、流れ続けるわけですけども、これをエネルギーの、視点から見てあげると、電池は常にエネルギーを供給している。で、抵抗は常にエネルギーを消費しているというような状態になっているわけです。で、それを、まあ、式にするとどうなるかなっていう話なんですけども、そもそも電力というのは電気の世界での仕事率の話をしているので、仕事率ってことは1秒あたりにどれぐらいの仕事をしているかなって話です。なので、仕事をかかった時間で割ってあげれば、これが仕事率の式、元の式になっているわけですね。だけど、電気の世界、この回路の世界で仕事っていうと何かな？ね、電池が常に実は仕事をしているわけです。じゃあその仕事はどうやってかけるかっていうと、この中には文字として表されていませんが、電荷を常にこう運び続けているので、電池の下仕事、これは QV で書くことができます。はい。で、このように書いてあげたときに、あ、ここ。P 分の Q に注目してあげると、1秒間で何クーロン、流れているかな。これはまさに電流の定義になっているので、これは電流ということになるわけです。だから、電力の式は、IV というふうに書くことができます。ね。なんで IV なのかっていうのも知っておいてほしいと思います。ただね、問題を解く上で重要なのは IV っていう式と、それからオームの法則を使って書き直した式があと2つあります。RI 事情だったり、R 分の V 事情だったり。ね。どれを使うかは問題によって変えてください。で、そこから、1秒あたりに、電池ですね。電池はエネルギー P。P っていうのはこの文字のことですね。エネルギー P を供給しています。ということで、これを供給電力というふうに呼んでいるわけですね。同じようにして、さっきね、最初に言った通り、電池はエネルギーを供給し続け、抵抗はそれを消費し続けていると。ね。そういう流れができているわけです。だから同じように、1秒あたりに、今度は抵抗ですね。で、抵抗はエネルギー P を消費。ということで、このことを消費電力というふうに呼んでいるわけです。ということで、じゃあ今回の問題の場合、どんな式が、成立するのかなっていうのを見ていきましょう。
まず今回のポイントは流れとして消費電力の式を立てたら総価相乗平均の式を利用して今回の問題を解きます。じゃあまずは式を立てていきたいと思いますね。はい。ということで今回の回路を簡単に書きました。電池。で、内部抵抗はもう別にね、抵抗として書き出した方がわかりやすいと思います。で、それからもともとね、くっついている抵抗。で、流れている電流を I と置きます。で、そうすると、この回路におけるキルヒホフの第二法則に関しては、E イコール R たす RI というふうに書くことができます。このことから電流が R たす R 分の E というふうに書くことができますね。じゃあ消費電力は、ね、気をつけなきゃいけないのは、ここでの消費電力なので、P イコール RI 二乗っていうふうに書いてあげて、この I を代入してあげましょう。そうすると、このように書くことができます。で、この後、ね、式が出た。で、相加相乗平均使いたいってなった時に、まあ、式をまずは展開します。はい。ということで、まずは分母を展開しました。ただ展開しただけです。で、こうやってね、文字になっちゃうと、ちょっと数学と違って、物理は問題問題で、そのどれが未知数、変数とかっていうのが、その都度変化してしまうので、問題で聞かれていることを考えながら、どれが変数かっていうのを見ていかないといけません。そうすると今回は、ラージ R がいくつの時、消費電力が最大になりますかっていうふうに言われているから、ラージ R に注目しなきゃいけないわけですよ。ってなった時に、ラージ R がなんと3箇所もあるから、これ大変だと。ということで、分母分子を R で割り算します。はい。ということで、今ね、R で割るって言ったんで、R で割っただけです。そうすると、まあ、あんまり変わらないように見えるかもしれないですけども、ラージ R がここと、ここにいるわけですよね。で、さらに分子の方に R はいなくなってしまったので、これでかなり解きやすくなります。ということで、P が最大になるためには、分母分子で考えてあげると、分母が最小だったらいいわけですね。ということで、この黄色く印をつけた部分を取り出してあげて、R たすラージ R 分のスモール R 二乗は、っていうふうにしてあげれば、なんか相加相乗っぽい形になってくれているわけです。これが、結局、2×R×R 分のスモール R 二乗っていう風になっているので、2R という風になってくれるわけですね。で、これ、まあ、最小値を取るっていうときは、まあ、統合成立っていうふうに呼んでて、統合成立をするときは、こいつとこいつが同じときっていうふうになっています。なので、統合成立。はい。ということで、ラージ R がスモール R のときに、この式の分母が最小値を取ってくれて、そして、元の式である消費電力 P の式は最大値になるんだなっていう話になるわけですね。はい。ということで今回の問題の答えは1番でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。授業の内容は理解できましたか？実際には物理では演習が重要になってきます。なので手を動かして問題を解いてそれを積み重ねていくことで成績が上がると思います。また頑張っていきましょう。